TV シーズン3夏キャンプ桜の会のメンバー3期生集まってもらってですね、はい、これからキャンプに行きたいと思います。勉強合宿ですね、はい、恒例ですね、はい、ただ、はい、ちょっと少ないちょっと少ないのかな、ほんと少なかったっけ。ちょっと残念なお知らせが。え、何前回、はい、あの実力テストで1位だったヨミから、はい、ちょっと LINE が届きまして、はい、まあ、脱退したいと。ヨミが、だって、はい、成績も一番良かったじゃん。ただやっぱちょっとヨミはヨミなりに葛藤があって、ちょっと今回、まあ、精神的プレッシャーもあったんかな、ちょっと桜の会を抜けて、ちょっと東大受験に専念したいという話がありました。マジで、やっぱちょっととりあえずもう一人、はい、レン、はい、麻布高校3年生、はい、音信不通レンが、はい、木曜日から、今土曜日の朝なんですけど、はい、木曜日から記録がつかない、はいはい、ただレンは分かんないんで、ほんまには携帯なくしちゃったとか連絡取れなくて今日も来れてないって可能性もあるので、もしかしたらこの合宿中に新しい情報が発覚するかも、はい、本当ですか。不穏な幕開け、はい、不穏ですねあなんですけど、はい、僕から言えることは、はい、最後までついてきてくれたら、はい、いい景色は見せられるんじゃないかなと。肩甲骨どうした、はい、気持ちわかるけど、いや本当に、いや言葉が出ないまあ、ついていきますよ、僕は二人にいや、嬉しい、ね、ごめんね。で今回は、はい、ただの合宿じゃありません。おスペシャルゲストの方を、実は来てもらってます、はい、どうぞ。どうぞどうぞ。眠そう。眠いスペシャルゲスト、はい、東大英語のスペシャリスト、はい、森哲先生に来てもらいました。はい、はいはい、そうだよ。今回は、はい、東大英語強化合宿を予定しております。はい、これ結構豪華じゃないですか。そうですね。東大英語はもう森哲さんはどうですか。ああもう任せてください。ティーシンでやってましたからいやティーシンでちょっと言えないですけど、ほんまのほんまのほんまもんですよ。フーミンチーム、ビーヤマチームに分かれてチーム対抗戦をしようかなと思ってます、はい、で森哲さんからこう試練が出てくるので、はい、まあ、それに勝った方が OK で負けた方のリーダーが罰ゲームを受けるという、はい、俺らがね、そういうことです。はい、みんなは受けないまあもうちょっと受験生ですからじゃあじゃんけんしましょう。はい、最初はグーじゃんけんほー。じゃ肩甲骨。あ、肩甲骨ね。風味チームで、はい、じゃあ、アダチで。はい、アダチ。おぉ、さあ、ビーヤマーファンやもんな。まあまあね、ちょっとね。最初はグー、じゃんけんほー。アイコでショー、アイコでショー、シャー。まあ、一人お荷物がおんで、まあ、ちょっと前回の結果から雨焼きや最下位だったんで、ちょっとちょっと戦力にならない可能性があるんで申し訳ないけど、肩甲骨で。あ、ちょっと、ちょっと、おい間違えて、申し訳ないけど、ゼロでやめちゃうぞ。ダメリアティア、こっちのチームで、はい、行きましょうか。はい、じゃあ行きましょう、出発。はい、行きましょう。はい、森哲先生プレゼンツ、どれだけ英語の知識あるか選手権。森哲先生が出したお題に対してどれだけ英語の知識を披露できるか、1個知識を言っていくことにポイントが加算されますと。で、合計得点が多いチームが勝利という形になります。途中のね、サービスエリアで、罰ゲーム第1弾がありますんで、頑張っていきたいなと。ちょっと頼むよ、ゼロとアサチ任せてくださいよ。ちょっと運転しなきゃいけないからまず最初の題は3文字より多い前置詞、インとかトゥとかアットとか。あ、2文字ですかね。ダメですね。用意スタート。イントゥ、はい、アボードアボードアブロードアブロードリサイ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 ド。おおえアポンアポンね。はいはいはい。おぉ、いい、ゼロ強いぞ、ちょっとやばい。リガードレス違う、あ、それ何だっけ。リガードレスは福祉です。マジです。おぉもっと基本的なやつあるやろ。もっとある、もっと基本的な。あ、いいね、いいね。あ、そうそうそう、そういうこと。アウトは言わない。え、
え、だから3文字でしょ。オフ、フォア、あーフォア、フォア、あ、マング、あー、ゼロ強い、ゼロやばい、全知仕様やん、ゼロアラウンド、アラウンド、はい、あー、確かに確かに、アコーディング、なんでアコーディング、ヒアリング、あー、確かに、ビトゥイン、お、いいね、いいね、いいね、フミチーム、はい、やばいよ、はい、もう、もうダメ、あー、もう出ない、はい、他にはえ、from ですよ、一番。I'm from 何々とか言うでしょ。ここはどうですか、桜の会のメンバーの実力は。そうですね。ダメ。前半戦 MVP は。前半戦っすか、アメリゴベスプッチ。あれアメリアテリア。アメリアテリア。アメリアテリアです。存在しない音素配列で言われてもさ、頭から出てた感じ。お横の骨はね、肩甲骨ちょっとでもなんか数打ち当たるみたいな。ああ雑い。ゼロはどうですか、ゼロは。何言ってるか分かんない発音が良くないスペルかけるんだったらね、かけはするんですけど発音したことないんですよ。受験英語の弊害男っすね。あ、足立何も発言してないね、まだ。次はじゃあ第四文型取る動詞。ああもう重要動詞ですね。ギブギブ、ああギブギブ、はいはい、もう最初言った方がいいぞ。テイクテイク、まあ取れるけどそれかうまい、うまい、はいはい、セット言うか、いけ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 、コストコスト、おいいねいいね、いけ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 、余裕やろこんなん、いけいけいけ、ヘル、オッケー、そうやそうや、まだ喋ってるよ、シェアシェア、いやいやいや、ちょっとシェア、ビーヤマのドラフト1位が、あー、スペアね、はい、ヒーローがもう死んじゃってる、上げる、上げる、和訳問題、再品質、はい、東大の、はい、和訳 A as B を取る動詞、ほー、もしくは動詞句、think だけじゃダメですね、へぇー、think、後ろに、はい、なんで切れてるの、リガード、リガード、はい、はいはいはい、look、まだ同じパターン、look だけでは取れないですね、consider、consider、おいいねいいね、あー、OK、ちなみにあと5分くらいで、パニック。ちょっとヒントに惑わされてる。ちょっと頼むよ、ちょっと負けするからもうやばいって。じゃあヒント D から始まるのがいい。 BBD あと1キロです。ほらもうついちゃう、ついちゃう、これだけ出したい。3くらい、やったー、ディスクライブですよ、やっぱり。あ、何言ってんだ、ほら数えられないよ。1個しかできない。というわけで勉強合宿、車の中の森哲さんの英語クイズ、はい、森哲さん結果発表お願いします。はい、風民チーム、はい、61点、おい、はい、いいんじゃない。61、ビアオチーム、はい、はい、46点、やったー、全然ない、ありがとうお前ら。というわけで今回の罰ゲームはサービスエリアで全部のお昼ご飯をおごるという罰ゲームです。マジで、すいません、ほんとすいません、ほんとにきつー。ちょっとね、皆さんおのおのお昼ご飯、はい、行きましょうか。マジかちょっと全部ね、ちょっと B 山さんのごちそうさまです。おい、え、ちょっと待って、え、何お前その重箱みたいなやつ。うな重、え、いくらそれ。2000円。よほい、さっきちょっとお前定食でしょ、普通のそれ。いや、山梨の特産のシャインマスカットやないかそれ。シャインマスカットいくらそれ。いや、高いよ、ちょっと待って、アメリカンスや何それ。いや、お前、キャラが似てるな。しかも、ノーマルやん。ノーマルやんさ、何持ってんのこれ、何持ってんの。いや、いくらこれ合計。22,071円。高いよ、またやろう。ビーマさん、ゴチになります。次のね、はい、研修施設やってきました。ここで一回次ね、またある対決をやっていきたいと思います。はい、
じゃあ、みんなの手元に東大の予想問題森田先生が準備してくれました。チーム対抗で合計点バトル解いてみて、負けた方がまた罰ゲーム待ってるんで、じゃあ、120分間試験スタート。今から森哲先生に採点してもらうから回収するで。はい、回収します。あ、はい、はい、ではじゃあ見ていきますね。はい、お願いします。はい、あ、なるほどね。はい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 。なんか終わる時間15分間違えてさ、めっちゃ急いで、あーって待って、なんで終わんの、あと15分なるほど、あ、でもありがちやな、それ。そうね、国語とかでもあるよね。そう、ちょっと足引っ張ったかもしれないですねやばいっすよ、リスニングが難しかったかなって自分で思ってます。罰覚悟で正座待機してよ正座でもうやばいっす。前回からずっとやばいしか言ってないですけど、ちょっとね、そろそろ待ってリスニングがやばいですね。あと作文もやばいです。あ、そういえばそうでしたねいやごめんなさいって感じです。だいぶ解けなかったですね。あ、和訳の単語とかが忘れちゃって分かんないのとかが結構あって、訳せなくてそもそも点にならないみたいなことがあったかなっていうのが思いました。まあ、他も分かんなかった。ちょっと全然ダメージ。できました。できました。おー、これはまあ上です。でまあ、テストは120点満点なんで、はいはい、まあ、今の段階だったら60点半分ぐらいいけてれば、うん、まあ、いいんじゃないかなっていう感じだったと思いますね。第4位から、はい、肩甲骨。いやー、いや、あんま喜んじゃないよ。肩甲骨、まさかの前回ね、英語は慶応経済の力を持ってしてでも、はい、慶応だけあってですね、文挿入客観は満点だったんですけど、すごい和訳が弱いっすね。もう渋んでてモテるかなりの老人差別主義どういうこと。ちょっと英作文の内容が、あ、英作文の内容が I don't need older people これちょっとダメです。まあ、もうめちゃイケの珍回答みたいになってる。もうみんなはさんもオールドピーポーです。やめろお前若手ピーポーはアイドルミードです。やめとけお前、もうクビにすなお前ほんと。であとはやっぱね、もう単数複数が弱いですね。もうめちゃくちゃ漢詩なかったり S がないっていうのがあるし、文法ミスがすごく多いですね。気になる点数は49点ですね。おー、60点いかず。あ、なるほど、ちょっと来たいな、肩甲骨に。あ、いやでもまあ50点ぐらいで4位ってことはみんなそれ以上ってことでしょ。まあ割とだからね、60近いんじゃないこれ。第3位は0。うわー、来た。はい、点数は56点。あ、すごい、7点差。あ、ちょっとよかった、いいぞいいぞ。アメリカティアが、そっか、7点その分取らなあかんのか。そういうことです。もうちょっとリスニング取ってほしいかなと思いますね。リスニングはサングラスの影響ないもんな。いやいや関係ないわ和訳、要約、文点を取ったって感じですね。ゼロいつもそうなんですけど、はい、見た目個性的じゃないですか、はい、面白くないですね。いや、うるせえよお前うまい、ぶん
何に点数取ったっていう。何に点数取ってますね。まあ、これといったものもないですよ。いや、うるさい、もう。ちょっと英作文もこれといったものはない。いやいや、じゃあ、2位は、アメリ・アッチャー。あー負けた。ということは、ビーヤマチーム勝利ですね。おーい、よかった。64点。おお、すごい。あ、じゃあ基準の64点クリア。え、すごいじゃん。1位はアダッチ。おお、アダッチ何点ですか。アダッチは72点。おお、やった。ちょっとあんまり社内で喋ってなかったので、ここで実力を発揮した。はい。喋れなくても書ける。あ、いやいや、ちょっと悪いな。意地になってくださいもう。今回ね、最下位のアメリアちゃんがちょこちょこ作文が文法ミスがあるっていう感じで、和訳の字が汚い。違う、ほらですよ。ちょっとまさか女の子よ。終わる時間を15分間違えてて、うわーって書いたんですよ。時間のミスだということで。あたちはどうすか。はい、ちょっと要約は弱かったんですけど、他はミスが少ないんじゃないですかね。やっぱ客観の点で取れたっていうのが大きいと思いますね。記述に関しては他の人より低いところが多い。多いのに客観のところが確実に取れてるから、まあ点は高めに出たっていう感じだと思いますね。4人の答案を見まして、はい、これは東大合格者に近いぞという答案。そうですね、答案はゼロですかね。おお、えこんな低いんですよ。ただその部分点部分点なんで、リスニングとか客観が上がれば一気にボンと点数が上がる。ポテンシャル感じる。そうですね、逸材。記述で無難にどれも点が取れてるので、そういうのは結構強いですね。やっぱ記述が強いのは強い。記述が強くてリスニング弱いやつって言ったらこいつなんですよ。いやダメだ、ダメだ。ちょっとね、別に2年前答案褒められたけど、そう、なんか同じこと聞いたことあるなと思ったら、ライティング風味とか言ってね、ベテンしちゃう。ほんまにゼロ。英語だけですからね。なるほどなるほど。しかもすごい輝いてるとは思ってない。今日ね、全校花火ぐらいですよ。いや、桜の会じゃあちょっと全体的にピンチはピンチってことですか。点数以上に。そうですね、ちょっとやっぱりライティングとかで、あ、基本的なこと知らないんだなっていうのがありますね。今回負けたフーミンチーム、リーダーのフーミンには罰ゲームです。先般肩甲骨やから。フーミンさんにはデスパウダーを飛んでいただきたいと思います。デスソースよりも辛いと言われるデスパウダー、こちらですね。それ溶いた汁がこちらにあります。うわやばいですよこれ。僕もさっきちょっとですね、一瞬だけ舐めてみますけど、舌がやばかったっす。その量だったらいけると思います。おお、匂い。じゃあフーミン、責任を取ってデスパウダー一挙お願いします。よし、本気でやらないと本当こうなっちゃうから。いや本当に頼むよ。はい。やばいよ、こんなダメだよ、こんなよ。なんだよデスパウダーって。二人心配してます。ね、いやお前らのせいやぞ。すいません。特に肩甲骨。俺はお前に期待してたんや。乾杯。言うねえか。まあそういう精神的な面も握力と一緒に鍛えていけたらなと。そういう自分の悪い癖も直せるんじゃないかなと思って。東大じゃなくてもここの大学でいいんじゃないみたいなのが結構来るんですけど、それは違くて。